はい、どうもハリウッドでーす。レコードキーパーの続きをやっていきたいと思います。ということで、まあ、オーバーダーをぼちぼちいっていきましょうかって感じですね。メディア警告、ファイナルファンタジー12ですね。セントフロイナーが物語をするプロテスなど、味方の防御一定時間連続攻撃してくる。まあ、特に問題はなさそうですね。おぉ。さあ、次はこういう曲なんですね。かっこいいっすね。よく。こういうのしてると、この原作というか、やってみたいなってちょっと思ってきちゃいますよね。まあ相当クリアするの時間かかるんで、機会があったらやってみたいな。ファイナルファンタジー新作一応大体分かってるんですけど、新作に行けば行くほど、まあ、がっつりやりこたねまでかなって感じですよね。ここから先はほとんどやってないんで、キャラの名前ぐらいしか知らなくて、でこの13っていうのは何目的で話が進んでるかっていうところもあまり知らないですからね。あ、まあ今のメンバーでいくとやっぱりファイナルファンタジーレコードキーパーはキャラがたくさん本当にいるんで、はい、分かれると思うんですね。強いキャラを使い続ける人と、弱いけど好きなキャラを極めていくっていう。で、その、まあ、そんなに強くなくても入れがあるキャラっていうキャラに、やっぱ強い武器とかがないとどうしようもないんで、そこら辺も踏まえて、ガチャをそのシリーズですね。来た時に回しまくるっていうのもまあすごくいいと思いますし、僕みたいに、まあ、強いキャラを使っていきたいという方にもおすすめだと。まあいろんな遊び方がありますからゲームで決まった遊び方はないですし、まあ一番効率のいいやり方だったりとか、まあ最短ルートで強くなれたりとか、そういうところはいろいろあるんでしょうけど、方は人それぞれなんで、僕もぼちぼちって感じでいいかなと。いや、ほんとこれ強いですね。チートじゃねえかっていうレベルですよ。でもこれで、あ、溜まってないのか。早い早い早い、敵の行動がこれで終わると思ってたんで、決まったな。溜まってなかったですね。これじゃ無理だろうな、きっと。終盤に連続攻撃をしてくるって言ってたから、あー、やられないように気をつけないと。強いな。使わなくてよかったな。あ、よかったよかった。まあ、一方のエフェクトが入るとちょっと時間がかかっちゃうんで、時間をかけずにサクッといきたいですからね。実際のところもチームの使い方で合ってるんですかね。もうノクティスが覚えますからね。ミスリルとスタミナのかけら集めながら各キャラの必殺技を覚えさせていくっていうやり方が一番正しいと思ってるんで、これはあくまでノーマルですし、コースの方もクリアしていかないといけないと思うんで、こちらは行動リセット、沈黙状態もスケール、最近拒否する時が届かないから、ってことは近距離が届かないから魔法パターンってことね。
ね。ってことは、変えないといけないですね。ここは上書きして、でこっちを呼び出すと、違う魔法チームを呼び出すと。でこれ魔法チームの中でティナちゃん微妙だった気がするんだよな。どうなんだろうこれ。まあ1回限定だからティナよりセリスかな。全然レベル上げてね、いいんですけど、確かこれダメだったはずなんですよ、あの魔法攻撃は。だからマックスも変えようかな。連続は使え、お使える使える使える。あ、魔法剣か。魔法剣じゃダメだから、あサンダラとかフリザーガとかこうか。あ、いいっすね。バットは変えよう。で、リスが、これ覚えてて、か、まだセリスのがあった気がする。これ覚えてないから、で、僕もセリスあったかな。多分、セリスのは、なかった気がします。うん、パッて見て誰のってのがわからないですからね、僕は。ないっすね、やっぱり。ってことは、あ、どれでもいいか。アクセサリーも適当に。ガッツも変えようかな。なるんだ。魔法攻撃タイプ、魔法回復タイプ、回復タイプがいないから、だよな確か。結構いいの引いてるって言われたのがあったけど誰だったかな。歩くは強いっすよね確か。歩くを下げて、あれ、歩くは2だったかな。確かこれゲットできてたはずですけど、あれ違ったか。防具か。今つけてるやつですよね多分。あら違ったかな歩く。あ、歩くはダメですね。変えよう変えよう。ユーナはこの間ゲットした気がする。これだけじゃないはずなんです。いいのゲットしたなと思って。あ、これか。これも覚えてる。一緒に、いや違う、バースト覚えるか。ユーナをゲットした記憶があったけど、まあやっぱありましたね。なんか取ったなと思ってたんですよ。アクセサリーは何でもいい。ピアルがプロテガでもいいな。一応こんなとこっすかね。かなり充実したメンバーになったでしょうよ。でレベルも上げようかな。あ、やることだらけですわ。ちゃんと育ててなかったから、今こうちゃんとやっていかんと。多分
動画で撮ってないで個人的にしたら大体もうめんどくさがってええやええやっていうような感じで終わらしてる気がするんで、もう今撮ってるんで、あーちゃんと見ればよかった、また悪い癖が出た。言うならレベル99にしてもいいでしょうよ。しょうかね、エリスマ99にして良さそうですけど、あーまあ80でも十分でしょうよ。魔法キャビリティの効果がめちゃいいですね。限定だけどこれはあーまあもうこんなもんから、パロムも上げるか。持ってるから使っていいでしょうよ。あげるあげないは別として、強いなった時にあげればいいかな。今日はこれでいきましょうか。準備に相当時間かかりましたね。まあ準備にこれをいつらにこれくらいしないと勝てないというわけではないんですけど、まあかなり楽勝でしょうよ。欲がいいな、ポップな感じでかっこいいっすね。あでもアタッカーが2人いるからまあ大丈夫でしょうよね。途中で回復とかが必要かもしれないっす。まで普通に行ってくれれば OK。 回復がたまればいいですね。よくかっこいいな、結局かっこいいっすよね。いやちょっとこのサウンドがかなりかっこいいな。サウンドラというか曲が普通に曲を取って聴こうかな。いやでもやっぱりちょっとグダるな。まあしゃあないか、敵がどうしてもボスが遠距離だとこういうチーム構成になっちゃうんで、やっぱこういうチームを強くしてた方がいい。あでもルインガがいいって言ってたな。そういえばルインガをつければよかったな。ルインガはめちゃめちゃおすすめって言ってました。パーティーやったらルインガだったな。常にティータが水まといしてる。あーこういうことがあるんだよね、水まとってると。あーティータは攻撃しちゃダメ、
してたらループですね。ループたとえが必ずしもいいとは限らないってことですよね。中ボスなんですけど、ケアル出してトルネードして連続ブリザードして構い立ちしてブリザード。強いなやっぱパトは。うわ強い強い。瞬間火力がやっぱ相当強いな。そんなことで終わるかな。時間かけてこのチーム使った甲斐がありますよね。次もボスがいるけど多分このチームでうまく魔法を使いながらやっつけれれば特に問題ないでしょうよ。見てなかったな。炎属性と風属性か。どっちかがってことかな。水属性は向こうだった。ファイヤーとエラーロック。ファイヤー系持ってきてない気がするな。炎属性。多分持ってきてないっすよね。炎属性は。しまったな。よかったセリスがファイがあった。しますわ。すいません、くしゃみしてる隙をついたな。こちらこれって頭からじゃなくて3ラウンド目からですよね。何またくしゃみがした。また隙つかれるか。今のが回復になるかって怪しい。こうやって回復ですよ。初めて使った気がする。で、なんか効くのかな。やっぱりがるとなんかあったかな。まさみとか金の規制でも攻撃しないといけないけど、だけど効果もトルネードを全部使い切ってるから使えないのか。あ、そうか、トルネードはもう外したのかな。いえ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 
でも普通にこの連続とか魔法で押し切れるかなと思って必要ないレベルがどんどん上がっていく。メテオまでいかなかった。ファイナルファンタジーしてる身からしたらメテオを使いたかったな。あ、風属性で攻撃してた。いつの間に、いつの間にしましたね。ただグーグーですわ。さあ次もいけるかな。やすさん遠距離攻撃またか。このチームでいいかな。じゃあまた遠距離的なんでこれでいきましょう。で回復でダウンタムプレゼント。まあガンガンかってしまうんですけど、たどり着くまでに。でもその分魔法はたまる、魔法というか必殺技ゲージはたまるってことですね。これわお。水まといが邪魔だな。ちょっと水まといを外さないといけないな。音じゃない方が良さそうですね。まあやることは変わらないんですけど、ちょっとみんなのこの水まといが裏目に出ることが多いんで、やるのは本当に時間か。あったしまった。間違えた。あれ？あ、水まといが切れたんだ。よかったよかった。水まといが切れてよかったよかったっていうことってなかなかないですよ。あれ？あ、まあそうか。リーダー入れてる意味がわかんねえな。だったら他のやつでいい気がするんだけど。あ、またまとってますよ。このまとってることがマイナス点で響くって大丈夫じゃないの。だよね。そっか、かまいたちが風属性攻撃なの。ここはスキップで大丈夫。いや違うな。多分こいつは水が弱点だからかまいたちが問題なかったの。まあでも絶対こう切り抜けたら多分チームは変えるから問題ないでしょうよ。じゃあ魔法チームを制していかないといけないですね。多分普通魔法だったらアビリティオンにしてルインガでガンガン押してやっつけていくっていうのが一番いいですよね。そうしようかな。通した方がいい気がするな。楽ですもんね。入ればよかった。ただルインガってリビとかでも使えんのかな。やっぱあっか。ちょっと待って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 禁止よ禁止。さあ
略をしている気がしますね。こんなもんなんですか、みんな。僕はすごく効率の悪さを感じてるんですけど、効率悪くね。今日ネプラシないって言ってたよね。俺はネプラシを先にやっつけりゃ問題ないっしょっていうパターン。あとはどれ回復して、あ、届いてるやん。もう半分減ってる。イエーイ。どういう効能があるかがよくわからないですけど、回復してるからいいことは僕には起こってるんだろうなっていう。勝手な感じ。もういいね、メテオ。タイガーレイノリー、あ、やっぱりレイもやっつけないといけない。全然いいですけどね。おお、強い。距離じゃないとダメ。要はあ、ついに、まあちょっと切りがいいんで、ここで一回切りたいかなと思います。また続きやっていきます。まだまだこんだけありますからね。長いですよ、さっきは。さあ、ということでありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。